よいこのみんな、こんにちは。この瞬間だけはやかましい夏目さんちのゲンです。お邪魔します。早速ですが問題です。今からさやが即興で言う挨拶はどれでしょうか。 A. でんぐり返し有段者のさやです。 B. 消しゴムハンコ VS 刺身の助監督のさやです。 C. オロナミン C とオロナミン Z の間で揺れ動くさやです。 D. 山折り谷折り私の前世は四季折々さやです。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。長時間熟成を経て切り取り線がついたさやです。答えは Z の長時間熟成を経て切り取り線がついたさやでした。ということで今回やっていく企画はこちら。動画の高評価1つにつき5秒間絵を描き続ける配信という企画を軽はずみな気持ちで立てた結果、皆さんの圧倒的団結力による 4.9 万高評価、本来ならば68時間配信になるところ仕事があったため35時間にしてしまい申し訳ないなと思いつつも、35時間感謝しながらいろんなお絵描き対決やってみたはい。まあ、詰まるところ、35時間配信がめちゃくちゃ楽しかったので、投資で皆さんで振り返りたい動画になっております。それではご覧ください。どうぞ。そうね、もう一番最初ですから、もう定番から、はい、定番からとか言いながら、ただの3色マーカーチャレンジではない。ない。この3色の色から思いつくキャラクターをデザインして、さらにこの3本だけで塗ってください。なので今からランダムに引いた3色のマーカーから、まずはキャラデザ。はい。そしてキャラデザをしたら、それをざっくり書いて、はい。それをざっくり色塗りする。という3色マーカーチャレンジ。それでは早速やっていこうと思います。これじゃあどうする、箱の中なんかに入れますか。おつらい向きの箱があったわ。絶対入りきらないって、これは。これは入りきらない。これ無理、うん、無理か。え、こんなのさ、あれいいよ。あの、100均の時に、そうだ。すごくない、誰もいなくなっちゃうんだよ。いや、ちょっと誰もいなくなるの、まずいって。配信だっつってんだ。マイク、お前、誰もいなくなっちゃう。こちらでございます、皆さん。非常にゴミみたいなやつに出てきちゃったんだけど、コピックです。はい、僕からいきますよ。はい。はい、じゃあ目開けていいですか。いいよ。せーの。え、なんか渋ない？そう、結構でもいい色じゃない。じゃあさやさん、じゃあいくよ。これじゃあこれ。おお、なるほどね。じゃあさやさん見ますか。はい、いいよ。せーの。パチッ。虚無じゃない。色なくない、これ。何これ、虚無すぎ。どういうこと。じゃあ1回戦目は僕はこちらの3色。私はこれです。じゃあまずはキャラデザです。25分ぐらいでいく、それとも38分でいく、それとも17分。そんなかかる。ツッコミはそうじゃなかったよ、ゲンさん、うん、なんでそんな中途半端なんだっていう言葉を待ってたんだけど。この評価は25点。さやだけ5分にしようかな。ああさてさて、じゃあまずキャラデザタイム、15分でキャラデザしましょう。色塗る前ですよ、はい、ちゃんと線画まで完成させる。うん、よーい、15分でしょ。15分あったら何ができる。先生、花が摘める。何それ、ロマンチックな体験。麻婆豆腐食べたい。麻婆豆腐ちょっと甘くてさ、アーモンド入ってんので、それでさ、パンに乗っけて食べるの。それでね、口に入れるとシュワって溶けるの。麻婆豆腐かな、本当に。答えは CM の後。いらねえよ、その CM。 せーの、デドン。うわー、カメレオンじゃん。お、よくわかったね。砂漠のカメレオンの。いや、ちょっとカメレオンか大名槌かですごい悩んだんだけど。大名槌で出さなくていいんだ、今モンハンにハマっているという情報は。じゃじゃん。あー、でもさやさんがいかにも好きそうな魔法学校の生徒の9と3分の2番線とか、ね、パクリじゃねえかよ。よし、じゃあ塗っていきましょう。じゃあ塗っていきましょう。ということで、色塗り15分。せーの、デドン。おお、なんか荒野の戦士感出たね。はい、なんか荒野にいるカメレオンっていうか、もう体自体もカメレオンっぽくなれる女戦士。うんうんうん、この子は、はい、まあ、出会ってほしいな、人間の少年と。
さやさんの好みそうであんまり言いたくないの。大好き。やめなさい、そのにっこり笑顔やめて。わ、でもさやなんかいい感じ、いい感じっていうか色な。だから言ったろ。いやもうだから幽霊ですよ。幽霊なんだ。魔法使いの少年ですね。そう、ショタジジイです。こう構築しなかったので、ただただ時間が過ぎてしまったので、うん、精神の成熟を待たずとして時が経ってしまったという少年なので、ショタジジイだけど精神がマジで少年なの。あ、そうそう、あの悟ってない、悟ってるタイプのショタジジイと悟れなかったショタジジイと悟れなかったショタジジイと言いまして、うん、その中で言うとあの B タイプを今回採用させて。すみません、じゃあ後編に続くって感じで。おっとっとっと。最終戦ですね、こちらが。はい、いきますか。じゃあこの3本にします。目開けるよ。いいよ、せーの。あ、めっちゃ可愛い。めっちゃカラフル。え、めっちゃ可愛いよね。じゃあ僕も3色選びます。はい、1個目。じゃん。じゃ見ていいですか。いいよ。せーの、かわいい。あれ、めっちゃうまい。え、よくない。よし、じゃあやっていきましょう。やってまいりましょう。さあ、三色マーカーからのイメージでまずはキャラを描きました。で、では参りましょう。はい、よーい。はい、はい。さあ、ということで、せーの、デドン。おー、 おー、なるほどね。はい、悪魔天使ちゃんですよ。悪魔天使、あれ、これ3色のどこ使った？あのね、赤とね、ピンクの、ね、近い色だったんだ。一応、ここが赤で、こっちがピンクなんですよ。はいはいはい。これ本当は悪魔なんだけど、うんうん、あの悪魔界の給与が低いことが問題になっておりまして、はいはいはい、天使界の方が時給がいいということで、天使界に紛れ込んでしまったと、はい、逆に天使界さ、時間感覚人間界だと止まってるのね、昭和ぐらいで。いやー、赤さー、ここへ、まあ、そういうやつだよ。やつです。光っちゃう、ゲンジで。そうそうそう、光っちゃうゲン。ゲンさんの方なんか、はい、やっぱ異世界観出ましたね。そうね、前回のことを同じ場所で、はい、同じようなちょっと雰囲気を出そうと思って、はい、統一感あるようにしてみました、うん、ミミズに体を変化させられるミミズくんです。土の中をトトトトト、気持ち悪いな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今回ね、三色マーカーからキャラクター妄想チャレンジ、はい、ありがとうございました。今食べたいおやつを書いてください。擬人化して、今食べたいおやつを擬人化して書くよ。さや、うん、さんのこれでね、みんなね、分かったらね、これ食べていいよ。マジでヒント、ハッピー。そしてここに米って書いてある、米。さあ、なんでしょう。まあ、さやさんこれ当ててもらえないと、なんとおやつが食べれない。これ、正解だ。お、正解出ました。正解出ました。薄焼き塩せんべいらしいです。そうです。さやさん、これ大好きなんだよ。ショー、ショーです。英語で言うとミニ、タイニー、スモール。ということで今回やってく企画はこちら、プロの MC どこまで小さな紙に書けるの。今から僕たちはここから極限まで小さくしていきます、紙を。同じ絵を描きます。ドラえもんがいたら楽なのにね。なんでこれをさ、よし描けたぞって、スモールライト使うの。終わっちゃう。いきますよ。はい、よーい。私にはこれを押す勇気がない。あ、何がびっくりって、待って、こんなになんかさ、もうすっごいいろんなことしてる気持ちなの、うん、今。2個目です、まだ。まだまだ今日やることあります。下書きから色塗りまで合わせて30分、はい、元の絵、せーの、デドン。あーん、好きそうですって。好きそうでしょ。入ってたやん、またこの子は。もうやだわ。いつも仕入れてるんですよ、うち。仕入れてる子だすね、これは。得意なんですよ、はい、お得意さんがいらっしゃるんでね、はい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 。いや、でもこれ書けるでしょ。まあまあ、でもこれは確かに。もう一回書ける。うん。うーんって言っちゃった。第2回戦は紙サイズ、こちらです。せーの。うーん、ちょっとちっちゃい。うーん、ちっちゃい。緊張するね、ゲンさん。どういうノリ？ね、ね、好きだったよ。なんで修学旅行の夜になっちゃった。二度と取り返せない時間を取り戻そうとするのやめるんだ。もう寝ろー、パチッ。先生来た。それでは2回目、せーの、デドン。はい、今こんな感じ。はい、すごい、さやさんほとんどコピーできてる感じですよね。似た感じ。じゃあ次ですよ。次です。この辺から修羅ですよ。この辺がちょっとやばい感じになってる、はい。お次の紙はこちらでございます。第3回戦目、はい、せーの、デドン。うん、ちっちゃいけど、もういけてんじゃない。さらに半分でございます。もう半分ですね。4回戦目、せーの、デドン。ちっちゃいね、ちっちゃいね。いくよ、ゲンさん、せーの。我々にできる最初はこちらですかね。ということで、最小サイズはこれでした。じゃじゃーん、最小サイズです。5ミリです。
おにぎりの味の画人化したけどさ、でみんなが何味か当てるから。むずすぎん。じゃあ皆さんよろしくお願いします。何でしょう。ツナマヨ大正解。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと休憩タイムということで飯食います、ね。はい、いただきます。いただきます。うまっ。おいしい。まあ、ということで今回ですねこちらでございます。銀の盾。ということで今回やっていく企画はこちら。いただいた銀の盾に直接お絵描きさせていただきます。こっちが夏目さんちのメインチャンネル、メインチャンネル、今皆さんが見ているチャンネルですね。はい、でこっちが夏目さんちのゲーム実況チャンネル。はい、ありがたいことにね、ありがたいことにゲーム実況チャンネルも10万人を突破いたしまして、はい、2ついただきました。いやもう世界に一つだけのお宝に自分たちでね、うん、していこうかと。はい、そういうことですよ。それでは銀の盾にカスタマイズやっていきたいと思います。なんか汚れたら嫌だからね。汚れたら嫌だなということで、これをここにちょっと貼っておこうかなと思って。さあでは銀の盾のだいたいこんなデザインかなっていうのを考えていきましょうか。はい、じゃあいきます。せーの、デドー。あー、めっちゃ描くね、さや。いやもうそう、夏目さんちエディションです、これは。おー、ゲームはなんかポスカのさ、線が入れるまでのめちゃめちゃしんどい時間、すごいしんどい時間が存在するよ、これは。よし、よし、じゃあこれトレースします、うんうん。の、え、ありがとうございます。マジで、マジっすか。ちょ、見に行こう、見に行こう。え、ほんとに、マジ、マジで、見に行こう、見に行こう。ほんとだー、50万人。ありがとうございます。ありがとうございます。嘘、やったー、ありがとうございます。皆さん、ほんとありがとうございます。マジっすか。さやさんちょっとあっちで休んでるので、はい、さやさん頑張ってください。寝てくださいよ。走ってください。さあ僕はだから今からまだこれ絶望的だよね、この量。頑張るけど。はい、ということで皆さんこんばんは。こんな時間からおじさんが来ましたよ。さやさんが今お休みタイムなので横田くさんに来ていただきました。ということでね、急に出てきた横田くっていうおじさんなんですけど、ゲーム実況チャンネルの方でね編集やってます。そうですね、1年前からうちの編集お手伝いしていただいてるっていう感じの、うん、あの書いてもらった、ね、確かに確かに、あれはもう完全にリビングにね、ありがとうございますからね、もうオブジェみたいな感じになってますから、ね、そう、 PS5 をカスタマイズさせてもらったのが横田くさんのやつですね。そうですね、やっちゃやっちゃえと思っていや今日の配信は普段出さないゲンさんが多分出てますね。どういうことですか。いや普段動画に多分出ないでしょ、こんな感じのゲンさんは。まあこの割とダルンダルンしてる感じ。ちょっとオフに入りつつある。確かにもう完全にオフですよ。そもそもさっきさやとなんか適当に喋ってたぐらい、あの狂ってる感じの方がどっちかというと家で。あれ完全にオフです。あれは家のテンションです。そう、いつも家に2人でいるのに人と喋りたいって言い出すから人だと思ってないから人と喋ったカウントにならない。そうそうそう、お互いね人じゃないのよこれね。最近気づいたの、喋るの楽な人っていいと思うじゃん。うんうんうん、喋るの楽すぎる人と喋るとね、人と喋ったカウントにならないから、うん、最近人と喋ってないなと思うんですよ。マジでそう思うから、本当に。コードに関してはてかちょっと待って、まあ、完成してるんだな、そういえば。完成したんですか。完成しちゃいました。完成しちゃったんだ。こんな感じですね。はい、できました。はい、皆さん起こしてこようか。いないんですそろそろ。起こしていいかな。もう5時間ぐらい寝てるね。ちょっとさやさん起こして、うん、飯食いながら待ちますね、さやさん起きるまで。ということで終わりました。終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあいきますよ。はい、せーの、デドン。おー、おー、素晴らしいじゃないですか。夏目さん痴漢出しましたよ。出ましたね。はい、わらしらち。すごい、わらしなんだ。これカメライス。これかわいいな。かわいいでしょ、これ。食べられちゃうの。食べないよ、カメだよ。食べんの、あんたカメ。何やってんの。何でマジレスすんの。ゲイさんは、あの、僕が描きたいものに、うん、ちょっとゲーム要素を加えた。
そうね、感じですね。割とこう分かりやすいゲーム要素がいるのと、うん、そうマリオとキノピオと生首、これゲーム実況チャンネルでマイクラやった時にバグで髪の毛のスキンが取れちゃったの。ハゲンさん現象が起きてしまったの。そう、ハゲンさんになってしまったの。はい、はい、ということでこちらで夏目さんちオリジナルの銀の盾完成です。イエーイ。でまあ4時間ぐらいちょっと僕寝てきますね。で最後その 3,4 時間の間にさやきしまるくんを1枚カラーイラスト描くらしいです、はい、じゃあ皆さんこの後さやさんのことどうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、げん、はい、さんが寝てる間はゲーム実況の編集のおじさんが、はい、さやさんと一緒に、そうさやさんのおもりげんさんに任されて、げんさんはねんねしてます。よし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 、さっきげんさんが起こしに来た時にさ、うん、終わったよ起きてって言われた瞬間に何が終わったんだろう、うん、何がマジでマジ本気で忘れてた本気で忘れてた。そうそうそう、何の話かと思って、何の話してるんだろうと思って。今日はね、まあゲンさんがお休み中ですので、はい、あやさんのねモンハンのキャラクターのさやきちまるくんを描いてます、描いております。これ、ね、こういうキャラクターはあれだよね、装飾が肝だよね。ねえ、だから二次創作するにあたってもなんか装飾多いキャラ描かないもんなるし、うん、全部脱がしちゃうもん全部、うん、意外めっちゃ描きたがりそうなのに。いや違うね、自分で考えて描くのはだって間違わないじゃないですか、うん、まあね、そうもともとあるものをもう一回描くってなると正しく描かないとダメだなって思っちゃうから、うんうん、そうするとなんかね、いろいろここどうなってんのってかってやるのがめんどくさくなっちゃうんですよね。真面目。そう。性格出てるよ。いや、やだ恥ずかしい。すごい。やだ。でも本当にげんさんそろそろおはようしないとまずいかも。まずい。よし起こそう。じゃあちょっとお待ちくださいね皆さん。起こしてきます。はい、ただいま。あ、げんさんめっちゃ大きいの早い。待って何時間寝たこれで。3時間半ぐらいですね。では、まあ、横田くさん本当にありがとうございました。横田くさんありがとうございました。本当に。ありがとうございました。ゲストの横田くさんでした。はい、じゃあ皆さんこの後も楽しんでいってください。ありがとうございます。いや、失礼します。バイバイ。さやがこれ、さやきしまるくんを塗ってる間に、昨日さやはね寝る前にシャワーかかってたんだけど、僕まだシャワーかかってなくて不健康体なので、不健康体じゃない、不潔体、不潔体なのでちょっとシャワーをねちょっと浴びさせていただこうかなと思って、もろもろとやりたいと思いますので、早いな。はい、終わり。お疲れ様でした。こんなに時間がかかるはずではなかったのでは、もっとさらっと行く予定だったのにね。はい、まあということで今回ですね、はい、園児ということで、うん、夏目さんちのメインチャンネルでやった、うん、こちらの企画、はい、はい、ただし今回は違います。何ですと。今回やっていく企画はこちら、プロの絵師が本物の園児が描いたイラストに全力でペン入れしてみた。前回やった時は、うん、園児の落書き風に我々が描くと、はい、でも今回はガチです。プロの園児を呼んでます。プロの園児まあそのプロの園児は、はい、モデレーター兼チーム夏目さんちの編集さんのすしこさんのお子さん、プロ園児です。はい、プロ園児でございます、はい、そのプロ演じの作品がねこちらにあるんですよ、ほら、はい、もうもうございますよ。だからこれを今からランダムに、はい、私たちが引いていくわけです、うん、そしてそこから引いていって、その上からペン入れをして、うん、作品を作り上げると、そんな企画でございます。それでは早速やっていこうと思いまちゅ。じゃあげんさん引きます。はい、よし。さあこちらでございますが、コラボさせていただく作品はこちらです。せーの、デロン。おー、いい感じですね。いや、いい感じですね、これは。いい感じですね、いい感じですよ、これはもう。これはすごいのが。いい感じですね。いや、いい感じですね。では、プロの園児のイラストをペン入れさせていただきます。よーい、ピピー。皆さん、幼稚園の頃の思い出とかないの？幼稚園の頃の思い出？今だってアマチュアの園児だよ。園児なんだ、でも。アマチュアの園児ではあるんだ。皆さん、今、アマ園児なんだ。アマ園児なんだ、皆さん。じゃあ、行きましょう。せーの、デドン。
え、すごい。どう？ドラゴン。ドラゴンか。そう、ドラゴンの横顔、これが目。あー、かっこいい。そう。なんか迫力あるね。そう、なんかね、いい感じにこうね、ジュワーってこう広げてくれてたから、うん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 。炎っぽいのがいいなと思ったんだけど、うん、炎感あるドラゴンにしてみました。あー、おー。そう、なんかセンサーでちょっとね、いろいろ。誰ワンコ？謎犬。虫のクモのモチーフの魔女ね。物語的には、なんかこう好きな子がいるけど、こうクモで気持ち悪がられて振られちゃったみたいな。おー、でも楽しいなこれ。じゃあ次のプロの園児様の作品でございます、はい、せーの、デドン。待って、なんだ。空を自由に飛びたいかい。すごい、ドアに寄りかかりながら助言してくるタイプのドライバーしたいきますよ。第2回戦目、せーの、デドン。すごい、何これ。なんかロボットのパーツみたいな、うんうん、まあ、顔はこれ、足はこれ、はい、ボディこれでいいかい、はい、いいえみたいな。あ、なるほどね、選択画面ね。あ、ここから作るよみたいな。そう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 、のイメージですね。あー、なるほど。そう、ロボットです。お、はい、ゲンさんすごい ね、 これね、ここを帽子に見立てて空いてるところに横顔を入れてみました。意識を目の前にした憂いを帯びた少女の背中っていう、はい、いいですね、はい、うわ、これ楽しい。最終戦いきますか。じゃあせーの、デドン。難しい。よし、じゃあ参りますか。決まってます。もう、あ、もう決まってんの。当たり前じゃないですか。さやさんですよ、ね、令和の死神と言われた女ですよ。怖いな。ザクチュン。ザクチュン。それではラスト、はい、せーの、デドン。わー、メカだ。なんか元々どうなったのか全然わからんな。これはここの、まあ、バナナみたいなやつをこう縦向きにしてね、ハートのこれをね、うんうん、ベースにして作られていくこの子、人間の心がここにある。あ、じゃじゃん。お、封印されたお姫様みたいなイメージで、こうバラでそのツタがこう絡まってて、この剣を抜くとこのお姫様の封印を解けるみたいな感じにしてみました。あー、いいね、エモいじゃん。いや、めっちゃ楽しかった。じゃあゲイさんもこれからプロ演じ入団試験第2回戦を始めさせていただこうと思いますので、幼児対抗しなきゃいけないの。皆さん応援よろしくお願いします。応援しちゃダメだろそれ。さあ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 、8時よ、8時8時になっちゃったよ、うん、今回はゾウではなくリスのの。全然違うのできたよ、びっくりした。ゾウでもリスでもなく、今回やっていく企画はこちら。亀じゃない。プロの絵師が1ミリも知らない馬娘、馬名と馬の写真からキャラデザー当たられせず。と1点問題があって、そう、馬娘をダウンロードしてたらしいの。そう、してた。でキャラクターはほぼ知らん。そうでも、うん、方向性は知ってるんだよ。だから私はうろ覚えで、ゲンさんがミリシラで、はい、私がゲンさんのことをあざ笑う回というわけで、それなんで急になんか僕が急にやりづらいってなるような回ですよ。1回戦目、1回戦目はわかんな、待って、これなんて書いてあるの。東海帝王。よーい、スタート。一応擬人化奇形だとしたら、うん、馬の色は絶対反映する、うん、尻尾生えてっかな。あー、くどいかな。ポニーテールにして尻尾生やすのくどいな。いや、そういうこと言うとよくない。よくないよくない。あの原作のデザインがそういうタイプだった時に気まずいから。ということで、じゃあ第1回戦目、せーの、デドン。かわいくない？かわいい、すごいかわいい。あの女の子系が集まって人気なわけでしょ、うんうん、やっぱりスカートとお腹見せは絶対。こんなにお腹の露出がないわけがない。ちょっとやる気満々のお姉さんキャラなんだけど、ちょっと抜けてるところがあって、テレヤさんみたいな感じの、もうみんな好きな感じのキャラクターでいきたいわけですよ。答え合わせは一番最後にやりますか、はい、答え合わせは最後にやります、はい、もうこれで確信したんだけど、うん、耳合ってんだね。そうですね、耳合ってんだね。馬耳と尻尻ついてる、うん、ポニーテールと尻尾ってちょっとくどいよね。ポニーテールと尻尾ってちょっとくどいよね。ポニーテールと尻尾やめてよ。見失ってんだ。やばい。はい、第2回戦はこちらでございます。こういう子らしいです。あ、全部この子知ってる。え、知ってんの。ガチャで引いた時に、ライスシャワーちゃんって子が出たの。おー、その子とゴールドシップだけ知ってんの私。あ、そうなんだ。そう、じゃあ第2回戦目はゴールドシップ、よーい、ピピー。嬉しいな、ゲンさんのこと嘲笑えるんだと思うと嬉しいな。超一の笑顔です。いやでもね、ちょっと一個ね、懸念点はね、走る時と歌って踊る時で衣装が変わるんじゃねえかと思ってる。
あーそういうこと、そういうセーラームーンみたいかもしれないよ。あーまあ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 、ゴースプリズムパワー。10分間いきますよ。ありました、せーの、デドン。半分正解発表すんのやめろや。よし、じゃあ最後、オグリキャップ号。え、オグリキャップって聞いたことある？これね、名前は聞いたことある、マジで聞いたことある。学生くらいの時にさ、新聞とかでめっちゃ話題になってなかった？かなり有名なお馬さんよね。そう、いきますよ、はい、よーい。やばい、3分じゃん。今気づき気づき気づき、新たな気づき。いきます、せーの、デドン。あー、なんかかわいい。どう、えへんってしてる感じ。あー、勝ったよ、えへんよ。これはかわいいね。じゃじゃん、かわいい。そう、かわいいけど、なんか全然走らなそうね、この子。いや、めっちゃ速いよ。速いんだ。そう、てかもう全身真っ白で、うん、ちょっとおどっとしてるんだけど、うんうん、もうトレーナーさん大好きみたいな、うんうん、あなたのために頑張るわみたいな感じの子です。いきますよ、じゃあ最後ね、結果発表。はい、東海帝王ちゃん。あー、かわいい。 あ、でもやっぱポニーテールなんだ。こういうタイプね。ね、なるほどね。かわいいね。ゴールドシップちゃん。はい。あら、さやさんちょっと似てない？あ、さやさんちゃんとうろ覚えてたね。ね、帽子がないんだ。あ、そう、ギャグ系の子なんだ、うん、私の代わりはいるものとか言いそうだもん。ラスト、オグリキャップ。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。ほんとだ、そっか、ちょっと、ね、大幅に外した感じがある。難しい。あ、好きそう。あ、好きそう。この子にします。ハハハハ、はい、トレーナーさん就任おめでとうございます。ありがとうございます。ではこれにてパタリ。一筆書きで陣取り合戦、トレーナー氏がスプラトゥーンリアルにやってみた。ふぅ、ただし一筆書きなので話しなきゃいけない。あとちゃんと円にしなきゃいけない。とりあえずってやったらダメです。バカすぎるだろ。よーい、スタート。大きなメガネをかけることによってね、これワープゾーンを作るのさ。ワープゾーンを作るってのは本当に大事なんだよ、みんな。そう、これをやるときにね、ワープゾーンを作るっていうのは非常に大事。しかし、ゲンさんはもうすでに進行の準備を始めている。やめろ、こっち来るな。そのメガネの少年に対して、ゲンさんはもう攻撃表示でターゲットロックオンしている。やめろ、セイさんだってね、誰か男の子って言ったよ。あ、髪の毛だ。バカ野郎。じゃあ皆さん、こちらは赤と青、どっちが勝ってますか？そういうジャッジ。ジャッジは皆さんに任す。ドドン。ジャッジもクソもって判定あれだよね。あ、でも赤多いな。赤多いな。赤多いな。やったー。今回ちょっともう一回だけ同じルールでやってみましょう。はい、ゲンさんが水色、水色が青、うん、青。ピンク。びっくりした今。いやね、でもね、思った。やっぱね、塗り大事よ。塗り大事。いや、ギミックも大事だね。任せろ。あ、じゃあ第2回戦目、ね。はい、第2回戦目でございます。はい。皆さん何やってんすか？木の下で、こう、うん、好きな男の子を待つ、ショートカットのセーラー服の女の子を描きました。うん、ですね。はい。この子は囚われの身で、ずっと外から出られません。はい。外に出られません。ずっと囚われているけども、うん、そんな理想な生活を想像しております。これは全てこの子の考えているという、イラストになったので、全てこれは僕の絵と言っても過言ではないのでしょうか。だけどゲンさん、君にはね、一つ穴があるよ。なんだ、この勝負の肝はね、水色がピンク、どっちが多いかなんだよ。違うよ、この勝負はジャッジなんですよ。じゃあ皆さん、さあ、ジャッジをお願いします。はい、どっちが勝ったかと思うから。圧倒的ピンクですね。ありがとうございます。最終戦は、スタート地点を決めてヘビ鬼バトルします。ヘビ鬼って何？ヘビ鬼って知らん？なんかヘビ鬼ってこうやってさ、スタート地点あるじゃん。うんうん。こういう線をさ、引いてさ、さやさん走ってきてこうやって。こうやってさ、うんうん。で、ぶつかるやん。うんうん。で、ぶつかったらさ、最初はグーじゃんけんポンって言ってさ、勝つじゃん僕。うんうん。で、さ、一回戻んなきゃいけない。おお。そしたら僕その間、塗りつぶせんの。うん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 。っていうのでやろう。え、塗りつぶすとどうなるの？どうなるの？で、どうやったら終わりになるの？例えば、うん、ここが僕の陣地で、そこがさやの陣地、こっちに最終的にじゃんけんで疲れちゃうと負けって。いきます、1分で、はい、よーい、スタート。タイム到着。到着。最初はグー、はい、じゃんけんぽい、しゃっ。うーん、最初はグーじゃんけんぽい。うわ、負けた。あ、出会った。あ、出会った。最初はグーじゃんけんぽい。最高でしょ。やばい、負けた。お邪魔します。
あ、よし、じゃんけんぽい、あいこしょ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 、やったー、終わるこれ。これ終わんない、終わんないよ、気づいちゃった、終わんないよ。これ違う、これ連続でじゃんけん3勝した人が勝つゲームだ。いや、そう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 、もういい、もういい。終わった終わった。さあ、ということでもうラスト1時間になってきました。はい、はい、よし、やっていきましょう。まずは皆さんにいただいたポケモン絵しりとり、横田さんが言ってくれたポケモンに続く、うん、そう、へえ、あ、じゃあゲイさんから。おい、それも、丸役で、では丸役でじゃないこれ。待って、ギラティナってなんだっけ。まあまあ、ごめん、いい、これギラティナってことにして、うん、だってもう、これはだってギラティナって分かってる、うん、そう、分かってる、こっからだよ、問題は。ギラティナなんですよ、これ、はいはいはい、もうなって言ったら、え、手あって、でも手ないと不便だよね、さすがに。そういうさ、気遣いいいんだよ。違う、絶対違う。オッケーオッケーオッケー、はい、はい、あー、分かった分かった、世代出る出る、世代出る出るってやめて。分かったけど、でもちょっとなんか冒険したいなと思って、うん、なんか違う、これなんか違う、これリトルグリーンメンじゃん。怖っ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 、これなんかこうこうやって浮いてる、これリトルグリーンメンでしかもない、浮いてる浮いてる、知ってるさや、そうそう、知ってる知ってる、ポケモン知ってる、知ってるよ、なんかこういうやつだよ、こういうやつ。よっしゃ、あー、なるほどね、正解発表していこう。はい、これはギラティナです。ギラティナ、はい、ナッシ、これね、これ手がいらないよ、これ、これがナッシね、ナッシね、で、これシードラ、ね、で、これ、これさや、うん、あの、ネンドールでしょ、これ。そう、これネンドールだったの、ランドールだと思ったでしょ。そう、ランドールの、ランドールは、じゃあ、モンスターズインクなんですよ。そっちだったわ。で、これが、あの、ルージュラ、アマビエの姿、うん、これ、ラクライ、そう、ラクライ、よく分かったね。で、イーブでしょ、これ、まあもう文句なしのイーブ、ラクライ、イーブ、サカキ、失礼ってな、なんか、なんかサカキみたいな顔だった。これ誰なん、手って言ったら、テッシードしか出てこなくて、テッシードで合ってんの、あの、僕はテッシードだと思ったんだけど、でもなんかテッシードってなんかこうやつ、あ、そうそうそう、そういうやつ、え、サヤさんの方が似てんじゃん、サヤさん似てるな、で、これドードリアです、わかる、うん、ドードリア、こうでしょ、うん、で、オーダエルとオータチ、オータチです、うん、さあ、じゃあ30分間好きな子描きましょう、描きましょう、はい、じゃあ残り30分ラスト、よーい、スタート、スタート。いや、なんかでもあっという間に終わっちゃったね。まあ、振り返ってみると、35時間、ありがとう、ありがとう、お付き合い本当にありがとうございました。たくさんお話ししていただけて、はい、すごい嬉しかったです。もう助かりました、むしろこのね、長い時間戦い抜けたのは本当皆さんのおかげです。はい、ありがとうございました。ではこちらで、はい、35時間経ったと思うので、はい、はい、50万人突破感謝、そしていただいた高評価ボタン1つかける5秒間の謎配信、はい、たくさんの高評価ボタンありがとうございました。では皆さん、また次回の動画と配信でお会いしましょう。バイバーイ。